ねえねえ、ゼチ君。何？しりとりしよう。いいよ。たまにはそういう簡単な遊びもいいね。でも負けた方は目玉くり抜くんだよ。やだよ。何その罰ゲーム。じゃあ僕から行きます。オッケー。ね、マイゼン。いや、終わってんじゃん。あ、しまった。いきなり終わる人初めて見たよ。ごめん。じゃあ目玉くり抜くね。いや、やめてやめて。いいよ、その罰ゲームなし。え、いいの？ゼニチ君、君はなんて優しいんだ。どういたしまして。じゃあ気を取り直して、マイゼンシスターズ。ず、ずって難しいな。ずる休み。み、み、みかん。いや、また終わった。あ、本当だ。弱すぎだよマイッキー。もうみかんのバカ野郎。いや、バカ野郎は自分でしょ。もうじゃあ僕から行くね。ゾウ。う、う、う、うんち。え、うんち、う、うんちか。うん、まあまあいいか。ち、ち、地球。う、う、またうだ。う、うんこ。いや、ちょっと待って。え、いや、さっきから何？え、何が？うんちとかうんことか言わないでよ。汚いな。え、しょうがないじゃん。ゼイチ君がうで終わるんだもん。いや、他にあるだろう。っていうか、うんちもうんこも同じだからね。厳しいな。もううんち系は禁止ね。うん。じゃあ初めからいくよ。カバ。バ？いやいや、てんてんは難しいよ。ああ、じゃあてんてんなくしてもいいよ。え、ほんと？よし。は、は、鼻くそ。いや、また変なの言ったな。まあ、いっか。そ、そ、そば。またば。は、は、鼻毛。いや、ちょっと待てよ。え、また汚い言葉使ってんじゃん。いや、鼻くそと鼻毛は禁止されてないよ。されてないけど、もうちょっと違うのあるだろう。なんでそれチョイスすんだよ。ゼイチ君がばで終わるからじゃん。だったら鼻でいいじゃん。なんで余計なものをつけるんだよ。ああ、そっか。わざとやってんのかお前。わざとじゃないよ。じゃあもうこうなったらさ、頑張って2人合わせて10回続けよう。ゼイチ君が止めるから続かないんじゃん。うるせえな。だったらもう何言っても止めないでよね。はいはい、わかったよ。じゃあいくよ。朝顔。おなら。また始まった。まあいいか。ラッパ。パ、パ、パンツ。く、我慢だ。我慢。つ、つ、つけまつげ。げ、げ、ゲロ。こいつわざと言ってんのか。くそ、続けなきゃ。ロ、ロ、ロールキャベツ。つ、つ、つるっぱげ。く、耐えろ耐えろ善一、あと少しだ。げ、げ、月曜。う、う、マイキー、これ言えれば10回だよ。頑張って。う、うんち。いや、だからうんちは禁止だろうが。あ、そっか。目玉くり抜くぞこの野郎。ごめん。あー、よく寝た。今日も一日頑張るか。あれ、これなんだ。あ、そうだ、昨日行商人からもらったんだ。魔法のランプとか言ってたな。こすったら本当にランプの魔人が出てきたりして。ちょっとやってみるか。どれどれ。うわ、お呼びですかご主人様。うわ、出た、ランプの魔人が出た。どんな願いでも3つ叶えて差し上げます。え、本当に3つも叶えてくれるの。もちろんです。いかがいたしましょう。迷っちゃうな。何でもいいんだよね。もちろん、ものすごい願いも叶えてみせますよ。本当？どうしようかな。よし、決めた。じゃあ、アンパン買ってきて。え？アンパン買ってきて。え？え、ちょっと待って。アンパン？うん、アンパン。朝ごはんまだ食べてないんだよね。セブンのアンパンね。いや、ちょっと待ってよ。え？いい？いいの？え？いや、それでいいの。え、どういうこと。どんな願いでもいいんだよ。なのにアンパン。いや、お腹空いちゃってさ。もったいなくない。あー、そっか。じゃあ一緒に牛乳も買ってきてくれる。いや、そういうことじゃなくて。え、ダメ。いや、別にいいけど。逆にいいのね。うん、いいよ。あ、そう、わかりました。じゃあ買ってきます。お待たせしましたご主人様。ありがとう、助かったよ。これ大好きなんだよね。あと2つ願いが残っています。いかがいたしましょう。あと2つも叶えてくれるのか。どうしようかな。どんな願いでも叶えてみせますので。そうだな。あ、でもこれはさすがに無理かな。大丈夫です、何でもどうぞ。そう、じゃあ肩もんで。え、肩もんでくれる。え、肩もみ。あ、やっぱ無理か。いや、余裕だよ。ていうか、それ俺じゃなくてもよくない。さ
っきから何なのその願い事。いや力持ちそうだからさ。だからっておかしいでしょ。普通さ永遠の命をくれとか世界一強くしてくれとかそういう願い事言うんじゃないの。え、あじゃあ無理なんだ。魔人なのに肩もみもできないんだね。できるわ、やめんなよ。あーいいね、動画編集で肩凝っちゃってさ助かるよ。どういたしまして。あーすっきりした、ありがとう。残り一つです。どんな願いでも叶えてみせます。え、あーあと一つか。びっくりする願い事言ってもらっても構いませんよ。あー本当、でもまあ別にいいかな。え、何が。願い叶えなくていいや。いやちょっと待ってよ、特にないんだよね。俺の存在意義がなくなるだろう。活躍させろよ。だって別にないんだもん。そこをなんとかお願いしますよ、すごいところ見せたいんです。じゃあうちまで仰いで。え、暑いの。いや別に。無駄遣いすんなよ。なんだよ、じゃあ洗濯干してくれる。だからもっと難しい願いにしろよ。もう何なんだよ、何でもいいって言ったじゃん。いや子供でもできる願いはやめてくれよ、魔人だよ俺。わがままだなもう。じゃあこうしよう、地球を滅亡させてくれ。おいおいおい、すげえ願い事じゃねえか。え、できないの。できるよ。オッケー、見てろよ、その願い叶えて差し上げます。お願いします。はい、どーん。どうだ、これが魔人の実力ですよ。ってとんでもない願い叶えちゃった。どうしよう、地球なくなっちゃったよ。いや今日もいい天気だね。そうだね、風が気持ちいいね。でちょっと気になったんだけどさ。何？なんで僕たち鯉のぼりになってんの。は？何言ってんの天一くん、僕たちが鯉のぼりになるわけって。鯉のぼりになってる。気づくの遅。どうなってるんだこれ。いやわかんないよ。まあでもこんなの大丈夫だよ天一くん。え、何が。これ鯉のぼりじゃないよ。え、どういうこと。亀のぼりだよ。は？善一くんはウサギ登りだよ。いやだからって大丈夫じゃないでしょ。屋根より高い。のんきに歌ってんじゃねえよ。カメとウサギが空を飛ぶなんてロマンチックだね。どこがだよ、このままじゃ何もできないじゃん。あ、下の方で人間どもが騒いでるよ。いや人間どもって言うんじゃないよ、アリンコみてえに小さい野郎どもだな。高い場所にいるだけで偉そうにすんなよ。こっち見てんじゃねえよカズども。なんか性格変わってない。唾吐いてやろうかな。やめなさいよ。だからやめろって。あ、雨だと思って騒いでる、バカだね。お前友達なくすぞ。俺お腹空かない。なんで鯉のぼりなのにお腹空くんだよ。だから鯉のぼりじゃないよ、亀のぼりだよ。どっちでもいいよ。あ、鳥だ、美味しそう。え、食べる気っていうか手がないから無理か。あーって食った、化け物かお前。あー美味しい。ちょっとマイキーおかしいよ。ふん、羽が生えた。おお、鳥を食べたら羽が生えたぞ。どういうことこれ。ということは人間を食べたら手と足が生えるかもしれない。怖いこと言うんじゃないよ。っていうかこのままだと下にすら降りれないでしょ。大丈夫だよ、季節が過ぎれば誰かが降ろしてくれるよ。その時に人間を食べればいいんだよ。狂ってんなお前、もう普通に元に戻れる方法を考えようよ。食べるの禁止ね。鳥も人間も食べちゃダメ、わかった。わかったよ、我慢するよ。あー結局元に戻る方法わからないや。あ、誰かが僕たちを降ろそうとしてるぞ。やった、とうとうこの日が来た。やってよ善一くん。あ、善一くんもういないんだった。でも善一くんは僕の中で一生生き続けるよ。ありがとう善一くん、これからもずっと一緒だよ。ここのトイレにトイレの花子さんっていう妖怪がいるっていう噂だぞ。本当かな、怖いけどちょっと調べてみよう。花子さん、花子さん、いたら返事してください。ってなんだ、いないじゃん、噂は嘘だったのか。はい。え、返事した。なんですか。え、やっぱりいたんだ、やばい、怖くなってきた。今ドア開けます。え、どうしよう、やばいよ。はい、こんにちは。え、あなたが花子さん。いや、まあ花子さんっていうか牧子さんかな。牧子さん、ごめんね、ちょうどうんちしててさ、すぐ出れなくて。え、あ、そうなんだ、妖怪でもうんちするんだね。うんちしてる時誰か来ると妙にドキドキするよね。まあ確かに学校あるあるだね。え、何の用。あ、いや特に用はないんだけど。え、用がないのに私を呼んだの。え、あ、うん、ごめんなさい。ふーん、じゃあ私と遊びましょうよ。え、遊ぼうよ。いや
あの、この後用事があって。もし嫌だって言ったら。え、言ったら食べちゃおうかな。え、この大きな口で食べちゃおうかな。やめてよ、ごめんなさい、すみませんでした。給食で残ったパン食べちゃおうかな。え、分けてあげようと思ったけど一人で食べちゃうよ。え、パン、あ、パンか。なんだ、びっくりした。もういいよ、食べて食べて。パンって美味しいよね。パンが好きなんですか？うん、でも一番好きなのは人間。え、人間？そう、人間。あとウサギもね。え、ちょっと。最高に美味しいんだよね。いや、やめてください。食べたいな。いや、やめてください。うんち。え、人間とウサギのうんち。え、うんち？そう。え、うんち食べてんの？まあね。汚ねえな。だから私トイレに住んでるのよ。え、そうだったの？なんかそれはそれでショックだよ。特に男子のが一番。だから私女子なのに男子トイレに住んでるのよね。あ、そうだったんですか。変態だな。でもみんなしっかり流しちゃうからさ、もったいないのよ。いや、そりゃ流すでしょ。最近食べてないな。あ、そうなんですか。出しなさいよ。え、うんち出しなさいよ。いや、僕今出したくないし、っていうか出ないよ。あなたが出すまで帰らせないわよ。え、やだよ、帰らせてよ。ダメよ、あなたは私の存在を知ってしまった。出してくれないと許さないわ。そんな。ほら座れ、早く出せ。無理だよ。無理じゃない、出すのよ。いや、出ないって。あー、久しぶりでうんち最高だぜ。なんなんだよこの妖怪、最悪だよ。ギャーギャー言ってないでとっとと出しなさいよ。そんなすぐ出ないよ。じゃあいいわよ、うんちのためだったらいくらでも待つわ。気持ち悪いなこの妖怪。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。そしたらその後通知をオン。チャンネル登録よろしくね。そしたらその後通知をオン。